ゲーマーズ、ゲーマーズ、ゲーマーズは株式会社、アニメートの子会社である株式会社ゲーマーズが運営するキャラクターグッズを中心としたアニメコミックゲーム及びそれら関連商品の販売店。1996年に株式会社ブロッコリーの小売店舗として東京、池袋に第1号店を開店。現在は秋葉原の本店をはじめ東京特区。 政霊指定都市を中心に16店舗を展開している。もともとはブロッコリーの中核事業として位置づけられていたが、急激な店舗網の拡大による費用負担、度重なる人気の読み違いによる不良在庫の増加などで年々赤字がかさむようになり、数度にわたり外部による資本参加が行われた詳細はブロッコリーの記事を参照。 最終的には2008年1月にブロッコリーがライバル関係にあった株式会社アニメートと資本、業務提携を締結し、新店舗の共同出店や既存店運営の相互協力、新商品の共同開発、物流システムの効率化を進めていくこととなった。この業務提携の背景には、両社が基幹店を置く秋葉原や池袋などに、 アニメコミック関連商品を扱う他社店が続々、進出して競争が激化したこと、また男性向け商品に強みを持つブロッコリーと、女向け商品に強みを持つアニメートが提携することで、顧客層の相互補完ができるという狙いがあった。2008年、合弁会社として、株式会社アニブロを設立し、ゲーマーズの店舗は、アニブロが運営、経営は、 ブロッコリーのまますることとなり、順次店舗のブランド名をアニブロゲーマーズに転していった一部店舗を除く。その後ブロッコリーの経営はコンテンツビジネスが主軸となり、一方で小売事業が経営の足かせとなっていた。また、将来の成長性も見込めないことから、2011年3月に小売事業からの撤退を発表し、2011年6月に、 ゲーマーズ全店舗及びアニブロの全保有株式をアニメートに譲渡した。その後、ブロッコリーはアニメートとの提携を活かし、女性向けの企画も行うようになり、それらグッズをアニブロを通じて全国のアニメートにて販売を始めている。2014年にアニブロが株式会社ゲーマーズに称号変更、店舗ブランド名もゲーマーズに戻された。この 和歌山のアニメゲーム関連商品の専門店である、オートラップとも提携関係にある。また、アニメイトのフランチャイズ店舗である、徳島店、井上処房グループでは、ゲーマーズ商品の取りこきがある。ほぼすべての店舗で声優の顔や、アニメキャラクターの顔のあるふみえ、床広告を設置してある。ふみえは、親会社であるアニメイトの店舗にも設置されることも多く、 人の顔の床広告を行っている会社は稀である。ブロッコリーの企画の一環として、ゲーマーズの各店舗にはそれを守護するための要請として、ゲーマーズガーディアンフェアリーズ GG 会が割り当てられている。ただし、配置された後に店舗の新設や統廃合が相次いだため、配置されていない店舗や守護対象の店舗が現在はなくなっている要請も存在する。 ゲーマーズ本店8階はカードキングダムとなってトレーディングカードゲーム販売およびデュエルスペースが設置されている。店舗でのカードゲームのイベント等は徳島店から始まっており今後さらに全国的に展開を予定している。ウェブサイトにて実施過去にはゲーマーズウェブ店という名称でゲーマーズのオンラインショッピング版として存在していたが店頭での料金 サービスと乖離していたため、2005年10月に実情に合わせ、ゲーマーズ通信販売へとリニューアルされた。また2012年4月16日に、ゲーマーズオンラインショップに名前をリニューアルした。自社製品の販売に力を入れているほか、主催するイベントのチケットは、店頭内市は通信販売のみにて販売されることが多いため、付近にゲーマーズ及び、 ブロッコリー商品を取り扱う店舗がない域の居住者には便利である。また、1000円ごとに1ポイントが貯まり、様々な景品と交換可能なポイントシステムもある。ただし、ゲーマーズ通信販売のポイント販売は、ゲーマーズ店頭で利用でるゲーマーズポイントカードとは、リンクしておらず、ポイントの合算は行えない。通信販売理由ある時に、 送料無料のキャンペーンを行ったにもかかわらず、一部で送料を徴収するシステムミスを起こしたことがある。その際、ウェブサイト上でのお詫び文章に謝罪は一切なくことの説明と一律な対応を取る旨を記載するのみであり、購入者の同意を得ない強硬な対応だとして顧客に対する姿勢が問われた。無料配布情報誌、公式な略称は、フロゲ。 2006年11月10日、発行文をもって100号を迎えた。2008年1月20日配布号からは、フロムゲーマーズホット、フロムゲーマーズクールに変更され、交互に刊行される月2回刊行となった。前者が、他社製品、コンテンツを中心に紹介するのに対し、後者はもっぱら自社、すなわちブロッコリー関連コンテンツを扱っている。2009年1月からは月1回。 毎月20日の観光となっている。フロムゲーマーズには、ブロッコリー関連商品のほか、ゲーマーズで取り扱う商品の情報などが掲載されている。最新号は、店頭で無料で手に入れられるほか、場合によっては、商品購入時に同時に添付される。2016年9月から名称が、フロゲーに変更された。ゲーマーズ独自のポイントシステムとして、 店頭での購入時に発行できるゲーマーズカードがある。これは全店で999円、開始当初は1000円購入ごとに1ポイントが発行され、その累積したポイントを消費する形で、限定商品、イベントチケット等と交換することができるものである。限定商品との交換については、ゲーマーズでは定期的にポイント交換祭が行われてり、テレフォンカードや時計、 グッズなど数十種類の対象商品から選択できるようになっている。ただし、このカード及びポイントはゲーマーズ通信販売では利用することができない。年会費は無料。2008年6月2日よりカードが変更され、999円未満の購入金額は次回にプールされる。旧電磁式カードからの移行は2009年6月2日にて終了している。 実装当初は1枚30ポイントの紙製スタンプカードだった。ウェブ上及びゲーマーズ店頭から申し込みが可能なクレジットカードとしてブロッコリーマスターカードがある。有効期限はなく発行手数料が無料であるほか、年1回以上の利用で年会費も無料となる。クレジット審査を通過するか否かにかかわらず、申し込み時に特典グッズが1点送られてくるほか、 5.15日にゲーマーズ店頭で提示するとポイントが売却となるなどの特典が用意されていた。ただし校者については2006年6月18日頃に行われたゲーマーズメールマガジン購読によるポイント売付けサービスの終了とともに休止されている。このカードはサラキンカードの一つであり、ブロッコリーではなく消費者金融のアイフルを契約先となっている。 店舗での決済では、ビザマスターカード JCB、アメリカンエキスプレスセゾンカードオリコカードの利用が可能。また一部の店舗では、非接触型決済サービスとして ID による支払いも可能だったが、ムービック、アニメートが非接触型決済サービスによる支払い契約をしていないために、アニブロケーマーズやアニメートに業態変更された店舗では、全利用停止となった。 関東地区の一部店舗で、スイカショッピングサービスが、関西地区の全店舗で、アイコカ電子マネーが導入されている。2007年1月18日、ゲーマーズ確定にや、通信販売で予約を受け付けた、XBOX360 版、ザイダルムスター限定版のうち、2006年10月14日、以降受付分のほぼ全てがキャンセルになるという事態が、発した。 すでに各店舗での受付が締め切られている限定商品の予約をチキン込みで取っていたにもかかわらず発売日の約1週間前になって一方的に取り消したため問題となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。